ジョーン・ベネットとエドワード・ジー・ロビンソン。予告編の一場面、飾り窓の女は、1944年のアメリカ合衆国のフィルムのワール。監督は、フリッツ・ラング。ジョーン・ベネットが演じる若い魔性の女に、エドワード・ジー・ロビンソンが演じる、犯罪学の教授が夢中になった結果、トラブルに巻き込まれていく姿を描いている。主演の二人と悪役のダンディ・ユリエは、 翌1945年のスカーレット・ストリートでも共演している。フリッツ・ラングは当時設けられていたヘイズ・コードに準拠して道徳に適合させるために原作では自殺という悲劇的な最後を迎える結末を改変した。1946年にフランスの映画雑誌で本作品がマルタの鷹、深夜の告白、ローラ殺人事件、 ブロンドの殺人者と一緒にその分野の作品として紹介されたのが犯罪映画を意味するフィルムノワールのこの仕様の始まりとなった。大学の犯罪学の助教授、リチャード・オンリーは妻と二人の子供を休暇の旅行に送り出し、クラブに食事に出かけて仲の良いフランク・レーラーやマイケル・バークステインと一緒になり、深酒してしまった。オンディーはソロモンの宮尾を読みふけり、クラブに 遅くまで残った。その人に、ウォンリーは、クラブの隣の店頭の飾り窓に陳列されている。印象的な美女の油井の肖像画の前に足を止めて、心を奪われ、見とれている。すると、彼の目の前に正しく絵のモデルのアリス・リードが突然、現れて、一緒に飲みに行こうと誘ってきた。その後に二人は、リードの住むアパートに行くが、彼女に恋心を抱くフランク・ハワードの予期せぬ。 拷問の場面に遭遇してしまい、これが、ウォンリーがハワードを殺害してしまう争いに発展する。首を絞められて殺されかけたウォンリーにリードはとっさに、ハサミを手渡して、彼の殺人に加担した。ウォンリーは、人目のつかぬ遠い森に、ハワードの死体を遺棄して、証拠を隠滅しようとするが、うまくいかずに、いくつかの証拠を残してしまう。フランク・ハワードは、実は、本名。 クロード・マザード、経済界の大物であったためにその行方不明のニュースは大きく取り上げられた。マザードの遺体はボーイスカウトによって発見される。捜査に関する知識を持つレーラーだったが、ウォンディーを被疑者としてではなく、自身の友人として現場検証に立ち会わせた。公開されていない情報について話すウォンディーに、レーラーは疑うどころか、その推理力に関心すらしている。 ところが、マザードのボディーガードを何ヶ月も任されていたという、歪んだ性格の元警察官ハイトがリードの元に現れ、殺人の口止め料として、彼女に五千ドルの支払いを要求する。リードから相談されたオンリーは自分に処方された、劇薬を過剰に投与して毒殺する計画を思いつき、彼女に実行させる。ハイトが企みに気づいて、計画は失敗し、さらなる、 口止め料の支払いを要求する。これ以上の支払いは無理だと絶望したウォンディは、放心状態になり、自殺を決意する。ハイトは、リードの家を出た直後に、警察官との打ち合いで殺害されてしまい、警察は残された証拠から死亡したハイトをマザードの犯人と断定した。リードは、急いで彼女の家に来るように、ウォンディに連絡するが、時すでに遅し。その頃には、 ウォンリーは劇薬を過剰に摂取して意識が薄れ、椅子にぐったりと持たれていた。場面が瞬時に変わり、ウォンリーは、クラブの彼が座っていた椅子で目覚めた。クラブを出た後に起こった出来事は夢であったことに、安堵して喜ぶ。そして、夢の中でリードを脅迫していたハイトもクラブの従業員ティムであったことにも気づく。その後にクラブを出て、美女の肖像画の前で微笑むウォンリーに、 タバコの火を仮に近づく女性の姿があった。クレジットに記載されたキャストとその役を演じた俳優は以下の通り、2020年10月20日時点で、ロッテントマトには本作についての24人の非評価のレビューが集まっている。この21人全員から肯定的な評価を獲得し、トマトメーターは88%になっている。 この映画は第18回アカデミー賞に一部門のみノミネートされた。ありがとうございます。